キーシステム、またはキールートは、かつてアメリカ合衆国カリフォルニア州で1903年から1960年までの間、公共交通機関を運営していた企業である。サンフランシスコベイエリアの東岸のオークランドバークレーアラメダエメリービル、ピードモントサンレアンドロリッチモンドオルバニーエルサリートなどを営業範囲としていた。キーシステムはイーストベイ内を運行する路面電車、バスとイーストベイの諸都市や近隣地域をサンフランシスコ湾へ突き出したフェリー桟橋まで、後にはサンフランシスコオークランドベイブリッジの下層デッキを通ってサンフランシスコまで結ぶ通勤鉄道とバスの路線網から構成されていた。1940年代の最大の時期、リッチモンド・オルバニー・バークレー・サンレアンドロ間や、これらの都市とサンフランシスコを結ぶ66マイルを超える路線を保有していた。地域内の路面電車は1948年に廃止され、サンフランシスコへの通勤鉄道は1958年に廃止された。残るバス事業も1960年に新しく設立された公共企業体である AC トランジットへ売却された。キーシステムが運行していた地域では、今日ではBARTの列車と AC トランジットのバスが運行している。キーシステムは本社の採掘で財を成して、後に不動産と電鉄業に転じた起業家であるフランシス・マリオン・スミスにより、1890年代末から1900年代初期にかけていくつかの小さな路面電車の路線を合同して形成された。キーシステムは1902年に設立されたサンフランシスコ・オークランド&サンノゼ鉄道として発足した。250人の乗客を運ぶ4両編成の列車によるバークレーのダウンタウンからフェリー桟橋までの運行は1903年10月26日に始められた。同年の年末までに鉄道会社のゼネラルマネージャーはイーストベイのバークレーピードモントオークランドをカバーする3つのハンドルループとキーシステムの使うフェリー桟橋までのシャフト、そして桟橋の各フェリー接岸場所を鍵の刃とする古い方式の鍵の形に路線網を見立てて様式化した路線アジ図を使うというアイデアを考え出した。会社はこのキールートを大いに宣伝し、最終的には会社自体がキーシステムという社名を採用するに至った。1908年にサンフランシスコ・オークランド&サンノゼ鉄道はサンフランシスコ・オークランド&サンノゼ統合鉄道へ改称した。さらに1912年にサンフランシスコ・オークランドターミナル鉄道へ改称した。このキーシステムとなる会社は1923年12月に破産し、その後マーケティング用のキャッチフレーズであったキーシステムの言葉を会社名に変更して、キーシステムトランジットとして再編された。1929年の世界恐慌の後、会社名は再び別な再編のために変更された。レールウェイエクイプメント&レアルティという名前の持ち株会社が作られ、その子会社としてキーシステムが通勤列車を運行した。1938年には社名は単にキーシステムとなった。第二次世界大戦中はキーシステムはエメリービルの乗り換え駅からリッチモンドにあるカイザー造船所までを走る特別路線であるシップヤード鉄道を建設して、運行した。サンフランシスコ湾を横断して、サンフランシスコへの当初の連絡手段は、フェリーボートによるもので、エルバ・ブエナ島近くのフェリーターミナルまで、オークランドのエルバ・ブエナ通りの端から西へ16000フィートほど湾に突き出した、土手道と桟橋を組み合わせたモールと呼ばれる構造物を通っていた。土手道の埋め立ては19世紀末に、短期間存在した狂気の鉄道会社であるカリフォルニア&ネバダ鉄道が始めた。スミスはこの会社が破産した際に土手道を取得した。キーシステムは多数のフェリーをキールート桟橋からサンフランシスコフェリービルまでの間に1939年まで運行していたが、その後サンフランシスコオークランドベイブリッジの下層デッキに敷いた伏線の線路により、キーシステムの列車はサンフランシスコのダウンタウンに新しく開設されたトランスベイターミナルへ乗り入れるようになった。橋を通る鉄道とトランスベイのターミナルはサザンパシフィック鉄道のインターアバン路線であるイーストベイエレクトリックラインズ及びサクラメントノーザン鉄道と共有していた。キーシステムの最初の列車は標準の木製客車で構成されており、天井にクリアストーリーを備えていた。この上にキーシステム自身の工場で開発、製造されたパンタグラフが2つ載せられ、架空電車線から電気を取って台車1つに1つずつ備えられた電動機に供給していた。キーシステムの鉄道車両の設計は年が経つにつれて変わっていった。木製から鋼製へ変わり、また両端に設けられていたドアの代わりに中央にドアが設置された。後の車両はサンフランシスコオークランドベイブリッジ乗り入れのために特別に設計されたブリッジユニットとなった。これは中央の台車を共有した2車体連接車で、それぞれの車両の中央に旅客扉が設置されているという今日のライトレール車両のほとんどの設計の先駆者となった。また、このブリッジユニットでは連結開放の便を考慮して、連結機に電気連結機付きの密着連結機が採用され、濃霧が発生しやすいベイブリッジ周辺の気象条件に配慮して、キャブシグナルによる保安システムが搭載されているのも大きな特徴である。トランスベイターミナルに発着するキーシステムの電車は、このブリッジユニットをいくつか組み合わせて編成を構成していた。終電は架空電車線からパンタグラフによっていたが、ベイブリッジの上では第三騎乗方式が用いられた。キーシステムは架線電圧が直流 600V であったのに対し、サザンパシフィック鉄道の通勤列車は架線電圧 1200V であった。車両の先頭右側には囲われた運転手席があり、左側は車両の最前部まで旅客用席となっていて、線路前方の素晴らしい景色を眺められる多くの子供にとってのお気に入りの席であった。車両の外部の塗装はオレンジとクリームホワイトに青白い緑の帯が窓の高さに入れられていた。内装については、連接ユニットのうち一方は足を折ったシートカバーが使われており、もう一方の喫煙部分はレザーであった。床はリノルームでできていた。第二次世界大戦中は対空偽装のために屋根がグレーに塗られた。ナショナルシティラインズによる買収後、ブリッジユニットを含むすべてのキーシステムの車両は NCL の標準塗装である黄色と緑に塗装し直された。ベイブリッジを渡る鉄道が運行されるまで、キーシステムの通勤列車には、路線系統を示す記号が付けられていなかった。系統が対象とする主要な通りや地域に応じて、名前が付けられた。A、B、C、E、各系統が、キーシステムの最後の年まで運行された路線であった。列車の運行は1958年4月20日に終了し、同じ系統記号のバスによって置き換えられた。キーシステムを買収した AC トランジットによってこの系統記号は引き継がれ、現在でも使われている。AC トランジットの B、C、E、各系統は多かれ少なかれ、かつてのキーシステムの対応する経路と同じルートを通っている。キーシステムの路面電車は独立した部門として運営されており、当初はオークランドトラクションカンパニー、後にイーストベイストリートレールウェイズ、そして最後にはイーストベイトランジットとなった。これはバスの使用の増加を反映したものである。路面電車の系統番号は数回変更された。いくつかの路面電車の車庫を持っていた。中央車庫はメリット湖の東岸の3番通りにあった。西車庫はオークランドのテメスカル地区の51番通りと、テレグラフ通りの交点にあった。エルムハースト車庫は、オークランドの東側の地区であるエルムハーストにあった。北車庫は、リッチモンドにあった。運行していた時期の初期には、こうした車庫の他に、多くの小さな車庫がイーストベイ地区に点在しており、多くは、キーシステム以前のスミスが買収した会社から引き継いだものであった。キーシステムの路面電車は、能力とクリームホワイトに塗られており、ナショナルシティラインズが買収した後は、その塗装に従って緑と黄に塗り直された。キーシステムの路面電車は1948年まで運行された。当初からキーシステムは不動産と運輸の両方を考えていた。スミスと彼のパートナーであるフランク・ヘイブンスはまず、イーストベイ中の未開発の広大な土地を取得するレアルティシンジケートと呼ばれる会社を設立した。レアルティシンジケートはまた、サンフランシスコと列車で結ばれた2つの大きなホテル、クレアモントホテルとキールートインを建設し、またオークランドに人気のあったアイドラパークという遊園地を建設した。路面電車の路線はこれらの資産を通るように経路が設定され、これによって資産価値を増すようになっていた。初期にはキーシステムは実際にレアルティシンジケートの子会社であった。バークレーでは新しい鉄道の駅に通勤の人がよりまっすぐ歩いていけるように多くの通り道が新しく開発された地域の多くの場所に建設された。この通り道は今でも地域のグループによって維持されている。キーシステムの通勤列車網は長年の利用客減少だけでなく、ゼネラルモーターズの子会社で1940年代末にキーシステムを買収してこの鉄道路線を廃止させようとしたナショナルシティラインズの努力もあって、1958年に廃止された。1949年に連邦裁判所はゼネラルモーターズ、スタンダードオイルオブカリフォルニア、ファイアストンとその他の会社が犯罪的な共謀をして、そのアメリカ中にある子会社の交通企業に対するバスや関連部品の販売を独占しようとしたとして有罪判決を下した。これらの企業は$5000の罰金を課された。大戦後の自動車へ流れる大衆の傾向に迎合した州の担当者もまた、ベイブリッジと路面の軌道を撤去して、道路の容量を増加させようと推進した。イーストベイの自治体は、キーシステムを買収しようと試みたが失敗した。キーシステムの鉄道は1958年4月20日に最後の運行となった。1960年には新しく設立された公共企業体である AC トランジットがキーシステムの設備を買収した。車両のほとんどは解体され、残った部分のいくらかは売却されて、アルゼンチンのブエノスアイレスで運行するために搬出された。ブリッジユニットのいくらかはアメリカで保存のために回収された。二つがリオビスタ近郊のウエスタン鉄道博物館で、一つが南カリフォルニアのオレンジエンパイア鉄道博物館にある。ウエスタン鉄道博物館で保存されているキーシステムの187号キーシステムの痕跡がまだ残っている。ありがとうございます。